エプコットのアトラクションは、エプコット内に設置されたアトラクションの一覧である。以下で言うアトラクションの開設日は、運営側が発表したグランドオープン日を基準としている。なお、この開設日より、前の期間にも、完熟訓練や最終確認のため、事前告知せず運営を行う場合がある。また、ディズニーパークの用語に合わせ、従業員を、キャスト、入場客を、 ゲスト・アトラクションの反旗部分をライドと表記する。ジャーニー・イン・トゥ・イマジネーション・ウィズ・フィグメント・トラムに乗り込み、ドラゴン型のオリジナルキャラクター・フィグメントとともに、イマジネーションの世界を巡るダークライド型アトラクション。オーサム・プラネット・リビング・ウィズ・ザ・ラ・アンド・ボートに乗って、野菜の栽培施設や魚の養殖施設などを見学するライド。ソワリン・アラウンド・ザ・ワールド・シー・ウィズ・ ニモフレンズ・タートル・トーク・ウィズ・クラッシュ3人の騎士のグランフィエスタツアー2007年4月6日にエルリオ・デル・ティエンポーをリニューアルする形でオープンパンチーとドナルド・ダック、ホセ・キャリオカの3人の騎士と一緒にメキシコを旅するボートライド2015年12月の改装でかつてミッキーマウスレビューで使用されていた3人の騎士の オーディオアニマトロニクスが再利用される形で使われることになった。フローズンウェバーアフターリフレクションズ・オブ・チャイナ360度のスクリーンで中国の歴史や文化を体験できる。アメリカンアドベンチャーインプレッションでフランス・モンサン、ミシェルなどフランスの美しい風景を180度のパノラマ映像とクラシック音楽で楽しめるシアター。レミーのラタトゥイアドベンチャー・オーカナダ。 360度のサークルビジョンで、ロッキー山脈やナイアガラの滝などカナダの雄大な自然や景色を紹介するアトラクション。イノベーションズ・イルミネーションズ・リフレクション・オブ・アース。ありがとうございます。